ばんは、激おこぷんぷん丸中の元男の子の青木かのんです。この動画は見る人によってはとても不快な気分になる動画かもしれません。それでも大丈夫だよっていう方は最後までご視聴ください。お願いします。そして私がなぜプンプンしてるかと言いますと、とある複数人の元男の子おじさんに対して怒ってるからです。いや、世の中の勘違い元男の子に怒ってるからです。その怒りの発端となった出来事が今も続いてるんですけども、それを話していきましょう。まずですね、私の SNS にですね、今から約1年半以上前からですかね、毎日のように卑猥な女装写真を送ってくる人がいまして、でどんな卑猥な写真かと言いますと、女性もののストッキングをノーパンで履いて、でそのノーパンで透けているストッキング越しのポコチンを送られてくるわけですよ。いやちょっと待って、いやまあ YouTuber とかやってたら確かにそういう変な人に絡まれるのわかる。ただなぜ400枚もストッキング越しから透けたポコチンを見なければいけないのかと、ものすごく苦悩を感じておりまして、その方から写真を送られてくるのはまあまあまあ別に無視すればいいだけですよ。目に入れなければ。ただなんかこの透けたポコチン、透けたポコチン、透けたポコチン、人生相談、透けたポコチン、人生相談、透けたポコチン、透けたポコチン、人生相談みたいな、そういう感じでもうずーっとこのね、なんだろう、400件以上のやり取りがね、もう私の DM に来るのよ。で今これを見てる方で思う方いると思うんですけど、えだったらかのちゃんそもそも SNS の DM 解除すればいいじゃんみたいな、 DM 受付不可にすればいいじゃんって思うでしょ。 Facebook なのよ。 Facebook やってる人わかるでしょ。 Facebook はねダメですよ皆さん。 Facebook ってDM を受付不可にできないの。いろいろ調べたし、 Facebook マスターのうちの母親にもね聞いたんですけど、なぜか Facebook だけは DM が届いてしまうと。それは困ったでね、じゃあどうしたものかと。ただ菅田ポコチンの合間に人生相談来るんだけど、いやいや、おい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 、ちょっと待ってよと。お前こんなに卑猥な画像送って、それでも何人生相談で、え女として生きたいけど周りから認められない、もうこの世の中に嫌気がさしてますとか、よく言えるなと。あのね、ちょっと怒ってますから激しめな口調になってますけども、そういう感じの人がですね、まあ、複数にいるんですね。400日連続で透けたポコチンを送ってくる人はまあその人だけなんですけど、まあ、その人を私はあの神って呼んでるんですけども、その神以外にもいまして、結構ねすごいのが、なんだろう、カツラかぶった多分50代ぐらいの方だと思うんですけど、男性で、で一人で鏡張りのなんかラブホか なんかどっかのそこでこう、うんみたいなっていう感じの写真をね撮って私にね送ってくるんですよ。そこにね一文なんか付け加えられてるんですけど、カノンさんはこの私の写真を見て、でも男に見えますか、女に見えますか、判定お願いしますみたいな。ちょっと待ってよ待ってよ、判定は何もうツッコミどころありすぎんだろうと。いやまずわかるよ、まあ、女の子に 見られたいのわかるけども、それは私も当時そうだったから。じゃなくてさ、ここじゃないだろうと。私世の中にすごい不信感を感じる部分がありまして、たまにさニュースで男性がなんか女子トイレとか入って捕まったりとかするニュースとか見るじゃないですか。でそのニュースの中で男性は女装していて、で捕まった時の言い逃れかわかんないけど、私は性同一性障害で女として生きてるんですみたいな、そういう言い逃れ文句を結構テンプレで言うらしいんですけども、不思議に思うんですよ。私も元男の子 YouTuber としてすごいたくさんいろんな人に見ていただいて本当にありがたいなと思うんですけども、中にはあなたどっち行きたいのみたいな、どっちなのっていう人とか、絶対こういうこと女の人はやらないよっていうことを、例えるならそのストッキング越しにつけたポコチンを送ってくる、もうそういう行動ってやんないじゃないですか。もう元男とか女とか男とか関係なし、それってさどういうことなのって私は思っちゃうんですよ。大体そういう人を見ると Facebook のアカウントなんですけども、すごいいろんな LGBT とかのニュースに噛みついてるの、この人たちって差別だみたいな、あなたたちが知ってる行動と伴いませんけどって、そのストッキングから透けたひじきまみれのポコチンが、いやそういう人が元男の子っていうか女の人として扱ってとか言うのはやめてください。髪の毛もめちゃめちゃ乱れちゃってますけど、この感じもすごいなんか複雑じゃないですか。どう向き合えばいいか私もわからないんですよ。そのことに詳しい私の YouTuber の先輩のスザンヌ美咲さんって、私が YouTube やる前からいつぐらいからかな、もう10何年前からやっていらっしゃる人、これからですねちょっとスザンヌ美咲さんにいろいろとこの件について相談したいなと思います。スザンヌ美咲さんって今まで200人以上の方を性転換とか手術とかにこうなんだろうアテンドしたりとか、性別の事情を抱えてる人たちに寄り添ってきた人だから、多分ねヒントがもらえるかもしれないんで、今から電話してみます。
佐々木さん、はい、お久しぶりです。お久しぶりです。師匠、はい、師匠、あ、師匠って言ったんですね。はい、はい、はい、いや、とんでもない、そんなとんでもないです。はい、え、美咲さん、前話した私が相談してたこと、今動画で話しちゃったんですけど、その現象を解明したいんですけど、私よく分からなくて、どっちなのみたいな、結局っていう。難しいです。ちょっと私も直接それを見てみないと何とも言えないんですけど、はい、何ですかね、その人にこう見せたがる人でいるじゃないですか。はい、いますね。そうなんですよ。見せたいっていう気持ちが多分最初にあるんじゃないですかね。その見せたいっていうのは、その人からはあれですよ、写真と同時に性別に悩んでますみたいな、えぇ、ー、みたいな、うん、説得力ねみたいな。そうです、性別に悩んでて見せたい欲求がある人はいるんじゃないですかね。まあ、でも説得力は確かにないですよね。はい、うん、そういうことを前提に、なんかそのカノさんが性別の相談とか乗ってくれやすそうな雰囲気が出てるので、はい、それをなんか言い訳にして、ちょっとそういった自分の欲望を満たしたいからやってるっていう人ももしかしたらいるかもしれない。あ、じゃあそれはあれですか、私とこう会話をなんだろうするためのきっかけで、嘘で、はい、元男の子なんですよって言ってるだけで、はい、本当は私にひじきまみれのブツを見せたいってことですか。と、まあ、文面を見てみないと何とも言えないですけど、可能性はありますね。本当ですか。はい、なるほど。美咲さんのケースだとどういったことがありますか。はい、今までだと私のケースですか。はい、そうですね、昔はよくありましたね。最近はないんですけど、はい、昔はと性別に悩んでいるというか、私はこんな人間です、例えば男ですけど女の子になりたくて襲ってますみたいな、あそこの写真を送りつけるみたいな人は、はいはいはい、まあ2人ぐらいいましたけど、はいはい、はい、まあ、びっくりですよね。確かに、てかまさにそれなんですけど。ああ、なるほど、そういう全く同じ状況なんですね。400日連続で、ノーパンストッキングインひじきが届きますけども。それは、まあ、純粋に犯罪行為なんじゃないですかね。犯罪ですよね。はい。というか、もう通報でいいんじゃないでしょうか。そうですよね。はい。なんで私、その人のことを、毎日ひじきチャレンジ人間って呼んでます。ネーミングセンスがすごいですね。え、ちょっと美咲さん、これどうやって結論持っていけばいいですか。はい、美咲さんの私、解説を待ってるんですけど。あ、解説？そうなんですよ。この現象を解説しますと、はい、おそらく、はい、その女性になりたいということを口実に、はい、カノさんにちょっと自分の体を見てもらって、はい、見てもらってるっていうことをこう想像して、ちょっとこう、まあ、性的に満足したいのではないかなと。あ、なるほど。はい、中には私は今回このなんだろう、被害受けてる人はもう本当に普通のおじさんみたいな感じで、おじさん女装みたいな感じなんですよ。はいはい、じゃなくて、たまにツイッターとかでもすごい、そのなんだろう、普通に結構いい感じの元男の子さんでもなんか似たようなことやってる人とかいるじゃないですか、ツイッターとかで。ああ、確かに確かに。なんかそこの線引きが分かんなくて難しいですよね。線引きは多分相手が嫌がってなくて、相手に送りつけるか自分のツイッターのタイムラインに流すかじゃないですか。あ、なんか前美咲さんが言ってた、なんかオートネネイガイ、なんだっけ、オートガイ出てきた。あ、そうそうそう、それをちょっと言ってほしいんですよ、はい、視聴者さんに。なんでしたっけ、オートガイフィリネア。オートガイのフィリア。あ、オートガイのフィリアって本当難しいんですよね。じゃあそれの説明しますね。はい、オートガイネフィリアっていうものは知ってますか。いや、よくわかんないです私。この前だって美咲さんに相談した時に、はい、あ、これもしかしたらオートガイかもねみたいなこと言ってたじゃないですか、この前。はいはいはい、それちょっと聞きたいですね。はい、オートガイネフィリアっていうのは、はい、まあ、日本語で言うと自己女性化愛好症っていうで、はい、自分が女性化すること、女性の自分に対して性的な興奮を持つっていうことなんですよ。つまりその例えば女性ホルモンやって胸がこう大きくなってくるじゃないですか。はい、そしたら、あ、胸が大きくなって俺エロいなみたいな感じですか。まあ、そういうことです。はい。はいですか。はい、まあ、これもしない人もいるんですけどね。はい、その女装だけでホルモンとか手術とか全くしないっていう人もいます。あ、でも私の友達、最初女装趣味だったのに、なんだっけな、包茎だけやった友達いますよ。おお、その方はその自分の女性の格好とかに興奮する方なんですか。
そうです。普段は男性として暮らしてるんですけど、なんか女装のクオリティ上げたいから胸を入れたみたいな、放棄したっていう、えぇ、って思ったんですけど、まあでも人の生き方なんで。その人がその女装とか女性の体っぽくして性的興奮を得る出方なんですか？それはちょっとわかんないですよ。そこまで踏み込んでないんで。そうですよね。それはちょっと何とも言えないんですけど、はい、それだったら本当私も本人に聞いてみないとわかんないんですけど、結構本人次第なんで。ああ、そうなんですか。なるほど。自己女性化愛好症。そのなんだっけ、美咲さんが今までいろんな元男の子予備軍とかにもいろいろ会ってきたわけじゃないですか、見てきたわけじゃないですか。やっぱそういうケースって多いんですか？あ、被害に遭ったってことですか？被害に遭ったりとか、まあ界隈でこういうのはよくある話ではねみたいな。被害には遭いやすいと思いますよ。女性として生きようとしてる人に、まあ、そういう元男の子に男性の方からそういう性的な写真とか性的なダイレクトメールとか送られるっていう被害は結構あり得る。普通の男性じゃなくて、そのさっき言ったような女装下着女装みたいな下着女装写真を送りつけられるっていうのは、それはもう元男の会のなんかそういうあるあるなんですかね？いや、これは結構珍しいケースかもしれない。私の周りではほとんど聞かないですね。あ、聞かないですか？多分その知名度がある人ほど受けやすいのかもしれないですね。うん、あ、そうですか。なんか下着女装写真を送りつけてくるのに、性転換とかしたいとか女として認められないのが辛いとか送ってくるか、なんかいろいろ矛盾して突っ込みどころ多いなみたいな。なるほど。その方はその性転換したいとか女性として扱われたいのに、扱われて辛いっていうことを送ってくるんですか？そうです、送ってくるし、その人の Facebook アカウント見るとなんか LGBT 法案に対してすごい物申したりとか、なんかいろんなこと書いてるんですよ。いや、なんか伴ってねえな行動がみたいな思って。それはちょっと私も謎ですね。そうですよね。結構それは初耳というか、もうめったに聞かないかもしれないです。美咲さんから分かることはもうオートガイネフィリアって感じなんですかね？可能性はあるかなって思いますけど、はっきりはその人に聞いてみないと分かんないですね。多種多様ですもんね。もしかしたらですけど、はい、女の子になりたいって言って出るだけの露出狂なのかもしれない、ね。ああ、なるほどなるほど。なるほどですね。じゃあ私に送ってくる400日兄貴、400日ストッキングスケスケひじき兄貴は、まあ特殊だということで。そうです。かなり稀なケースだと思います。まるで、わかりました。すいません。はい。なんかいろいろ聞いちゃって。ということで、今回は、私はこのテンションで言うのはおかしいけど、私がこの1年以上ですね、やばい人にスケスケストッキングの写真を送りつけられてるっていうことに、いろいろと疑問を持ったので、ちょっと私が感じてることと、あとは性別のプロの津田野美咲さんに、なんでこういうことが起きるのかっていうアドバイスを、解説をしていただいたっていう動画です。美咲さんありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ美咲さんの、YouTube チャンネルも画面の下にありますので、チェックしてみてください。今回の動画が少しでも楽しいって思ってくださった方は、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。Twitter、Instagram、LINE 公式アカウント、TikTok もありますので、そちらも画面の下からフォローをお願いします。また、次の動画でお会いしましょう。